いらっしゃいませ。呼び込みくん。どうも皆さんこんにちは、トリピーです。今日ですね、はい、見てくださいこれ、あのポケモンカードの、はい、新しいショップが秋葉原にできたらしいんですよ、はいはいはい、で、自販機があったんでこれ回していきたいと思います、はい、で、気になったのがこちらですよ。ミモザ1回1000円で、はい、ミモザが出る可能性があると。これは出すでしょ、どう考えても。はいはいはい、はい、これをやって、あ、こっちもあるか。まあ、どっちがいいんだ。わー、激化は悩む。あ、でもこっちさ、売り切れ3つあるじゃん。うん、だからこれなんか出てやめてる可能性あるから。いや、これだって全部の可能性あるから。確かに。でしょ、まだね、抜かれてない可能性。ミモザ絶対あるはずだから。ボタン何個ある？ボタン1、2、3、4、5、6、7。お、1、2、3、4、5、6、あるよ。誰が一番悲しい？アンノーン。アンノーン悲しいな。まあでもミモザが出たらもう完璧なんで。これ枯らすってこと？はい、枯らしますよ、もちろん。おー、さすがに。1列枯らしていきたいと思います。ここルール読んでください。はい、How to use it。 お金を入れる、 Put in money からのボタンプッシュからの Open the box で、Play until you are satisfied。 なるほど。満足するまで続けると。やっていきたいと。視聴者が満足するまで、トリッピーが満足するまで、トリッピーが満足するまでです。あとはカメラマンの愛の選手が満足するまで。あ、まあ、とりあえず3万円しかないから、まあ、3万円多分いけるでしょ、最後まで。3万円使ってくれないと俺満足しない。あ、まあ、それは任せてください。いきます。はい。いや、今回さ、はい、今回これうるさいからさ、うん、BGM 入れないわ、うん、でもこれ本当に俺の声負けてる可能性あるから、うん、どこがいいと思う？もうそこからすわ。アイゴリお願い。いいっすか、うん、僕ガチめに自分だったらここ行きます。あ、じゃあ俺もうアイゴリ信じる。あ、どんな感じのカードが、まあ、ここの列アンノーンなんですけど。やめろ。どんな感じのカードが入ってるかだよね。知らん。あー、おー、大王道。なるほど。まあ、1000円だったらね、こんな感じだよね。まあまあそうだね。2枚目いきたいと思います。はい、よいしょ。2つ目。そう、これね、普通に全部ダブルレアなのかどうだ、どうかだよね。読み込みくんすぎるだろ。これ、あ、ああ、ダブルレアですね、これは完全に。はいはいはい。まあ、その分当たりの一発がでかいと。そういうことですね、これは。もうこれ、多分やり始めたら、止まっちゃいけないやつだと思う。ててマジで。ミモザだけ狙い？他も欲しいのあるの？あ、一応キハダとかはやっぱいいね、うん、はいはい、あとエフィとかもう普通に当たりだと思うよ。アンノーンは、アンノーンはやだ。アンノーン、初世アンノーンやだ。あー、ガラル。え、待って、これさ、本当にダブルレアだけなのかな？中当たりみたいなやつもないのかな？いや、でもさすがにあると思う。掘ったらあるんじゃない？さすがに掘ったらあるよね、うん、そこは気になるよね。だってさすがにあるでしょ。これ、あの、その大当たりが、例えばよ、自販だから、うん、まあ大体最後に入ってることが多いじゃん、うん、売り切れのタイミング、うん、そうだね。それより前の中間とか、うん、間に2、3個とか。いや、ハズレダブルレアだったらありそうっちゃありそうだけどね。それ期待していきましょう。今日3万解けます。いや、3万皆さん、ありがとうございます。今日3万解けます。いきます。よいしょ。無理だよ、お前。あー、逆だよ。よかったよ。今、当たり前のように4000円か5000円でダブルレア4枚しか手に入ってないって考えたら、もしかしてちょっとやばい。ボックス買えるやん。あれ？じゃあボックス買うわ。じゃあスカーレット買ってミモザチャレンジした方がいい場である。って思ったけど、スカーレットのボックスが買えないんだよ、ポケモン公式、ね、聞いてくれって思ったけど、ポケモンカード公式さん、なんとあれですよ。いや、今の最新弾あるじゃん、うん、全然手に入んないから、うん、あの再販みたいなの、お、スイカいいですね。再販でもめっちゃやって、うん、みんなに手に入れれるようにしますみたいな感じで。じゃあ、なんじゃも手に入りやすいってこと。そう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 、嬉しい。強化しますよみたいな、めちゃくちゃすりますよみたいな。いいじゃん、めっちゃ精霊出して、めっちゃいいやん。今のこのご時世、うん、やるやん、やるやんけ、やるやん。紙のさ、うん、価値今値段上がってる中それやってくれるんだよね。そういうことなんですよ。嬉しいね。マジでこの BGM うざいんだけど、ちょっとちっちゃくできねえかなと思ってて、ね、ブリブリブリガロン。ブリガロンの動画1本ぐらい撮ったね、そういえば。覚えてたな。来い、ダブルレア以外、ダブルレア以外、やばい。あー、まあ、泣いてるもん、カヌちゃんも。カヌちゃん、カヌちゃんとトリップがこんな顔してます。今ちなみにこんな顔してます。ワンピースカードやろうぜ。ダメ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 、下もあるよ。下は多分ね、良くない。500円だから。さらにね、いや、ここの方が。俺も一旦気分転換で上行く。大丈夫だって、アイゴリミモザ出るから。俺ね、これ満足引くまで引けって書いてるじゃん。ミモザってさ、うん、今売り値だとどれぐらいする？あ、もうそんなん全く分からん。とりあえず出せば気持ちいい。 5万はいかないぐらい。あ、もう全く分からん。で、うん、お前3万ぶっ込むじゃん、うん、5万だったら出てこないって。あ、でも3万用意してるだけで、うん、3万じゃ届かない可能性もあるし、3万円早く出る可能性あるから。そっから俺がハイエナしていいってこと？いや、それはマジで。あ、でもこういう自販機って大体ね、うん、天井でその3万はないはずだから、大体3万ぐらい。なんでそんなことが言えるんですか？店員さんですか？店員さんじゃないけど大体そうでしょ。お前何って、何回俺自販機
俺、何か分かりますか？ジャグマイスター、店員さんじゃないです。その代わり、ポケガチ半期ソムリエです。無限にね、負けまくってるイメージがあるんですよ。6年以上こういうポケモンカード自販機からしてきたんですよ。その私からね、ソムリエ、何ですか、ソムリエ買ってることありますっけ。あのね、ポケモンカードのこういうオリパとか、はい、トリッピーチャンネル見てくれてる人だったらわかるかもしれないんですけど、はい、あの勝とうと思って買ったらダメです。なるほど。あの半分買ってきたら幸せ、あとはアドレナリン買ってるんですよ。あ、なるほど。そういうことです。あ、こうしてダメだ。そう、だからこそ俺のチャンネルでね、あ、オリパって勝てないんだって分かったらみんな買わないでしょ。あ、僕がまあ言うたら ね、 そう、人質人柱になってるわけですよ。なるほど。どじょっち、おい、ちょっと待って、本当に中間あるよこれ。人柱になってるからな、こいつ。いや、待て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 、人柱ありがとう。いやいや、出てほしい、ありがとう、トリピー、出てほしい、ありがとう。待って、こんだけ3番使って出ないからね、みんなこういうねこともあるんだよっていう。ちなみに3番使って売り切れならなかったらさすがに追加でいくよ。俺だって相手に配慮されるの嫌だもん。でもここに並んでるから次に待って。並んでるのそれ。両替してる間に俺が全部いくけど。マジかよ、マジかよ。そんなことあんの、ね、やめてくれ。俺これカメラ持ってんじゃない、並んでるだけだからこれ。ごめんな。やばいやばい。言ってなかった。あ、言ってなかった。聞いてなかったわ。お前それ切れたら両替しに行かなきゃいけないタイミング。そうだよね。やばい。これ、3万円出してくれ。今までの経験上大体それぐらいなんだ。ごめんな。お願い。お願いです。なんで手に入んないよ、ミモザ。いや、出る、まあ、今どれぐらいかわかんないけどよ。わかんないけど、いや、ミモザじゃない可能性大です。いや、そんなわけないです、ミモザです。アンノーンです。ミモザービーフィア、タマンチュラ、やばい。ひっこり笑ってるタマンチュラ、金を溶かしてるバカがいるから。やばいです。ダブルレアが多いんで、はい、一気に購入しますわ。はい、わかりました、はい。まあ当たりは多分売り切れるタイミングだろうから、ね、そうだね、読みで、読みでいきます。わかりました。よいしょ。俺んちさ、これさ、うん、あの自販機置いてさ、うん、SR 確定っていう名目で置いて、うん、全部マクワしか出さないっていう。やばすぎ、自販機を。やばすぎ。やったらすげえ儲かるんじゃないかな。もうあのでもさ、もしかしたらなんかいいの入ってるかもって思って俺あげ回しちゃうかもしれない。SR 確定だから間違ってはない。サポート SR 確定。え、こういうのって絶対本当に最後だよね、当たるのって。最後じゃん。でも途中に入ってることあんのかな。それが2列とかに入ってて、この列は入ってないとかあんのかな。ボタン7個だから、さすがに大丈夫だよ。さすがに大丈夫じゃない。大丈夫だって信じて。上は怖い。あ、分かった俺。何、上さ、これ売り切れてんじゃなくてさ、うん、4列しか入ってないんじゃない。だから4つなんじゃない。あー、そういうことか、うん、確かに確かに。あ、じゃあ上でもよかったね、うん、これが2万円目なんだよ多分。はい、1回2万円でちょっと確認するわ、現状。はい、現状確認。じゃあ見ていきたいと思います。はい、さあまずは、この BGM が ない間に、あ、まあ、ハラバリね。まあでも診断のガードだよ、助かります、これは。診断ってのちょっと上がるね。そうね、診断上がるよ、これ。ハラバリのデッキボとかも作ろうかなって思ってるから。はい、こちら、あ、パフュートーン、はい。はいはいはい。これさ、めちゃくちゃ掘るの遠い。大丈夫これ。俺、氷山の一角です、ここ。俺が始めた物語、もしかして途中でやめれない？ただあの、2% ぐらいしか進んでない。いや、そしたらね、勇気の撤退あるよ。俺は2万円を、ダブルレアに変えて泣きながら今日秋葉原笑ったりする。俺からの、そこからのハイエナあるよ。ハイエナチャンネル始動する。え、本当にやばい、本当にやばい、アイフォリー。え、中あたりないの。あ、チェオンジェン。あ、これの対戦動画上がります。今日ありがとうございます。宣伝、今日ちょうどホレトスのね、はい、対戦動画トリピ上げたんですけど、はい、明日もホレトスです。あ、大変だね。明日もつってる。この動画の投稿いつになるみたいな。それは確かに確かに。お前の都合で語んなよ。ごめんなさい。俺見てるやつらわかんねえだろ。リアルタイムで。え、待って、本当にないんだけど。可愛いピカニキ。まあでも人柱になるって言ったからね。そうだけど。さあ、じゃあ残り1万円いきます。はい、とりあえず売り切りにせんと話にならんから。まず売り切れにするところまでがチュートリアルだから。そういうことです。売り切れになってくれ。あ、え、あ、来た。よし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 。マジかよ。よしよし、あぶね。マジかよ。待って待って、これ回収します。全部のカード回収と見よ、一旦。いや待って、ほらやっぱそういうことなんだよ、見て。わー、ちょっと待って、わかりやすい、本当に。多分安藤来てくれ、安藤来てくれ。ちょっと一回じゃあ場所変えようか。はい、わかりました。あのね、うるさすぎた、脳がね、バグりそうだった。呼び込みくる。てて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 、無限に聞こえてたから静かなところに行きました。はい、見てください、当たり、こちら。なんとミモザが入ってます。いや、アンノーンです。ありがとう、マジで。アンノーンでもそこそこ高いか。まあそれ、いやでもそれでも2万じゃ負けだ。絶対に勝たないといけない。いきます。もういきなり入ってんのかな。あ、アンノーン来てくれ。これ多分裏にしたらいけるか。俺はお前を呼んでいる。あ、違う、呼んでいる。ダメ。あ、金、え、金って何？金。あ、そういうことか。いきます。金あったよ、いつもだけ。せーの、ギラティナブルスター。どうなんだ、待って、強いんじゃない、ギラティナ。勝ってる気もするし負けてる気もするけど、
負けてない気もするし、勝ってる気もする。僕の予想負けてます。いや、そんなことない。こんなにね、光り輝くギラティナさんが当たってくれました。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。俺やっぱギラティナのこの金ピカデッキとか作ってるし、なので今これやっぱ環境にも入ってる、すごいあの対戦でも強いカードなんですよ。それのこれ V スターユニバースのまあ新しいバージョンのウルトラレア、まあ2種類あるんですけど、ウルトラレア、それが当たってくれたんで、僕大満足でございます。大満足、はい、大満足だよ、はい。なんかあの触れてないとこあるけど、トリッピー触れてない、勝ちとか負けとかさあ、勝ち負け、勝ち負け、あ、まあまあまあ、いやでも勝ちですよ、勝ちです、はい、勝ちです。アナセさん勝ちでございます。こちら2万円分は取り返してたんですか？あ、2万円分取り返してない、当たり前じゃん。その1万3000円ぐらいだからでもでも、あやぐり、あやぐり聞いて、はい、50% 取り返したら勝ちって言ったよね、動画の途中で。まあ、うん、あのトリッピーがそれでいいなら、そうだから今回は勝ちです。おめでとうございます、はい、帰ろっか。トリッピーやった、勝った、あいつバカな、マジで、あいつに高値でカード埋めつけるか。